日記の家とは、先祖代々の手による、家の日記を伝造した公家の故障。日記の家の代表格は、小野宮流藤原氏及び高宗王流、菅竹平氏である。他にも、加十字流藤原氏が同様の家柄であったとされ、皇室や石棺家などにも同様の機能が存在していた。十世紀に劇局や弁観局などが持っていた。 実料制における公文書管理組織が解体して、いくと儀式やくじの作法、判断の転居として日記に記された、洗礼古立の交換に求めるようになり、そうした日記を多く所持していた家計がそれを理由として、洗礼古立の家柄として、区外社会において重要視されるようになった。こうした家々は、陰性期の頃から、音楽の家柄である、楽の家や部門の家柄である、 キューバの家に習って、日記の家と呼ばれるようになった。日記の家では、歴代の当主が単に日記を執筆したり所持するだけで、なく、遺影から、写本や小本、部類記の作成や、内容の研究を通じて、そこに書かれた、夕食古実の内容を吸収するとともに、遺影の創出を防いで朝廷の管理あるいは、石棺化の消し、カレーとして奉仕できる体制を整えることで加盟の、 安定を図っていった。そのため、中世の区下社会においては、日記の家に限らず、その家に送電された家記は、知識的基盤として、経済的基盤である家領とともに、加算の主要部分とされ、その家の後継者に充てられた譲り場、置き踏みなどによって、その重要性や取り扱いについて記されるようになった。中期漢字5年11月12日上他、 今鏡滑らぎの下。ありがとうございます。